これさっきもあったね。三段譜になってる。これもクソ難しいね、読むのが。三段譜です。これは、だから、一番下は足鍵盤で弾いてねってことなんですが、足鍵盤ないので、しょうがないですね。はい、次いきます。足ね、そうなんですよ。ああ、やっと終わったこの変奏曲集、めちゃくちゃ長かった。じゃあ例のバリエーションメインジャンジスレベンハットっていうのちょっと探します。どういう意味なんでしょう、レベン。全然わかんない。諸人こぞりってみたいな。キリストってよく書いてある。クリスト。
でしょ。どこにあるの？この辺でしょ。我が精神はすでに過ぎたりですか。レイン、ダンデス、レベン、ハッツ、イン、エン。なるほど。過ぎたり、エンド。メインは我がジュンデス、レベン、ハッツ、ハッ、エン、エン。すでに過ぎたり、我が精神は、どれがどれかわかんない。
摘ありがとうございます。いい曲ですね、これ。めちゃくちゃ難しいけど、ちゃんと練習したらもっと綺麗に弾けるけど、なんかそう、ありがとうございます。ありがとう、嬉しいな。いや、めっちゃ疲れた。誰、Q くんが聴いてくれてるとめちゃくちゃ集中してめっちゃ疲れます。あー疲れた。初見ほぼ、でもこの楽譜自体読んだことは何回ぐらいあるかな、5回ぐらいはあるはずです。でも覚えてないっていう。あ、でも部分部分は覚えてるんで、まあそんな感じです。すみません、私は楽しい、本当にありがとう。僕も楽しい。僕ってすごい早く弾く癖があるから、ゆっくり弾きたいんですよね。ゆっくり弾くよう努めたい。早く弾いたらつまずいたら終わるんです、失敗なんで。なんかゆっくり弾いたらつまずかないんで、それがいいですよね。まあ僕なんかもう細かいところ適当ですけど、何かの参考になればな。速度とか参考にならないかな。ならないね。我が青春はすでに過ぎたり、これはあのキリスト教関係ないんだ。民謡ですね、なんかの民謡かなんか歌曲によるアレンジです。楽しい。楽しい、本当ありがとう。こちらこそめっちゃ楽しいです。もう誰かが聞いてくれてる、しかも Q 君が聞いてくれてる、楽しい、嬉しい、ありがとうございます。ちょっとトイレ行ってくる。アトリビュートってどういう意味だろう。キスるにありとする。あ、なるほど。ちょっとごめんなさい。あ、誰か来てくれたけど、おしっこ行ってくるから、トイレに行ってくるから、ちょっと一回切ります。すぐまた始めると思う。